この水がどす黒くなっていく。一体どういうこった？薬草に何かが入ってたってことか？薬草に闇の魔力が、ということはまさか。これで全てが明らかになりました。この薬草には黒魔術の呪いが宿っています。おそらく人をアンデッドに変える呪いだと思われます。人をアンデッドに？じゃあアンデッドが口に薬草を加えていた理由は、薬草を食べてアンデッドになったから？俺たちが倒したアンデッドの中にはリシアンヌの仲間がいたかもしれないってことか。信じられません。どうしてこんな恐ろしいことを。これで黒魔術師がどれほど恐ろしい存在かよくお分かりになったでしょう。ええ、十分理解できました。どうしてあなたが黒魔術師をそこまで警戒していたのかも。旅人は伝説の薬草を探しに来たと言ってましたよね。その薬草の噂を広めたのも黒魔術師なんじゃないですか？一理あります。そうすれば旅人が勝手にこの村を訪れ薬草を口にするはずですので。じゃあ噂を広めた奴を見つければ。その人物が黒魔術師、あるいは黒魔術師の手下の可能性が大きいでしょう。村に戻りましょう。決着をつける頃合いです。村に噂好きの友達がいるんだ。そいつに聞けば何かわかるかも。ハンス、聞きたいことがあってさ。お、ラーテル、ギュント、フレッドも。待ってくれ、そこの初めて見る女の人たちは誰だ？まさか噂の村同士の異性交流？待ってくれよ、どうして俺は入れてくれないんだよ。おいハンス、ちょっと急いでるんだ、早く答えてくれ。そしてこの話は誰にも言わないでくれ。え？待ってくれ、深刻な話なのか？怖いな。うちの村に伝説の薬草があるって噂聞いたことはあるか？なんだ？アデリーヌとかってやつか？まさか噂好きの俺でもそんな嘘には興味ないぜ。旅人はみんなあのことを話していた。まさかお前たち信じてるわけじゃないよな？そんなことじゃなくて、誰がその噂を流したかわかるか？俺も誰かから直接聞いたわけじゃないからよくわからんが、あ、そういえば旅人がいつも商店の近くでそのことを話してたな。商店の近く？手がかりをつかんだようですね。行ってみましょう。何のことかわからんが、解決したら俺にも教えてくれよな。
じさん。ギュント、僕が話す。おじさん、旅人がこの付近で伝説の薬草について話していたって聞いたんだけど、その噂を広めたのはおじさんなんですか？なんだって伝説の薬草？俺は知らないな。おいおっさん、冗談言ってる暇はないぜ。前俺が火打ち石でいたずらしてこの家が火事になりかけたのを覚えてるよな。あの時はわざとじゃなかったが、そんな風に出るんならまたあの時みたいに手が滑っちまうかもな。やめろ、俺の大事なものを全部燃やす気か。俺はただ旅人がうちの村に立ち寄って欲しかっただけだ。そうすりゃ商売もうまくいくし、村の外のものも入ってくるだろうってな。でたらめだったということですか？そんな言い訳が通用するとは。違う、アデリーヌの話は村長さんから直接聞いたんだよ。父さんがですか？そんなはずは。おじさんもご存知でしょう。父さんは伝説なんて不確かなことを口にするはずがないことを。そういえばその時の村長さんの様子がおかしかった気もするな。とにかくこれだけは本当だ。なんなら俺の全財産をかけたっていいぞ。様子がおかしかった。黒魔術師の中には人を操る魔法を用いる者もいます。それは大変です。私も以前黒魔術に操られている人を見かけたことがあります。操られる時間が長くなるほど徐々に自我を奪われ、やがて完全に黒魔術師の手下になってしまいます。今朝から父さんはずっと忙しくしていた。どこにいるのかわからないな。そういえばミーシャがさっき話していた、父さんに今日は家にいるよう言われたって。今すぐ家に行ってみよう。ミーシャ、ミーシャ、中にいるのかい？鍵がかかっている。一緒に住んでいなくてもお前の家だろ。鍵を持っていないのか？普段は鍵をかけないから受け取っていなかったんだ。うちの村には泥棒なんていないしね。これほど平和な村になぜ黒魔術師が？かなり頑丈そうな扉です。壊すにしても時間がかかりそうですね。そうだ、以前ミーシャから合鍵をどこかに隠したって聞いたことがあったな。家の隣の倉庫の近くって言ってたような。探してみましょう。あなたの能力ならすぐに見つかるでしょう。みんな手伝ってくれてありがとう。もうちょっとだけ待ってくれ。見つけた、この鍵だ。待って、隣に何かがある。ネックレスと手紙。ネックレスはさっき僕が見つけたものなのに。
らしい子ですね。安全な場所に隠しておきたかったみたいです。これを見てください。手紙にお兄ちゃんへと書いてありますよ。ミーシャが僕に？パパ、お兄ちゃん、ミーシャだよ。家族の日だから手紙を書くんだ。お兄ちゃん、ミーシャの目があまり見えなくて最近はあまり遊んでくれないんでしょ。パパが最近たまに怖い顔をするのも全部ミーシャの目が悪いせい。早く治して一緒に遊んでパパが怖い顔をしなくなるといいな。パパとお兄ちゃんが大好きなミーシャより。家族の日、そうか、もうすぐ僕がこの村に住み始めた記念日なんだ。家族になった日は毎年集まってお祝いをしているんだ。内緒で用意したプレゼントってか、かわいいもんだな。こいつは内緒にしておこうぜ。そうだね、楽しみだな。家が、ミーシャも父さんもいない。どうしてこんなことが。ラテル、しっかりしてください。物は破損していますが、誰かが怪我を負ったような痕跡はありません。今は悲しんでいる場合ではありません。ここで何が起きたのかを調べなければ。ごめん、君の言う通りだ。こうしている暇はない。きっと近くに手がかりがあるはずだ。探してみなきゃ。こいつは一体何だ。村や森にある魔法陣とはまるで違う。見ているだけで不吉な感じがするよ。ここにメモが落ちています。鮮血刻印の覚醒は間もなくだと書いてあります。鮮血、なんだって。鮮血刻印、私も初めて耳にする単語です。ラテル、どうした？いや、なんでもないよ。他の場所も探そう。鮮血刻印という単語を聞いた瞬間、わずかだけど胸が刺されたような痛みが走った。いや、今はそんなことどうでもいい。ミーシャと父さんを探さないと。これは日記みたいだが、見てもいいのかな。今はどんな手がかりでも欲しいんだ。僕が見てみる。一週間前の内容だ。ここで終わってる。地震？そういえばさっきミーシャがまた地震だって言っていた気がする。どういうことでしょう。黒魔術師が村長を操っていたなら、そこに書いてあった地震のことも彼と関係があるのかもしれません。暖炉、テーブル、本棚、順番に見てみないと。待って、ラテル。もしそれらが装置のようなものなら、おそらく触れる順番が重要だと思います。触れる順番か。わかった。やってみよう。
ありえない。いつもこの本棚から読みたい本を持って行っていたのに。おかしいな、こんな秘密装置は急ごしらえで作れるもんじゃない。フレッド、そうだろ、鍛冶屋と大工の仕事を習ったことがある君の方が詳しいだろ。確かにな、こんなものを作るには何ヶ月もかかるはずだ。装置を作るのなら地下を広げなきゃいけないから地面を掘る必要があるし、土台にも手をつけなきゃ。黒魔術師はいつからこの村にいたのでしょうか。想像よりもずっと以前からのようですね。この下にミーシャと父さんが。今は考えている暇なんてない。早く下に降りて二人を助けなきゃ。二人？ラテル。